俺の名前は瓜生辰臣。死竜、一族のためだ。死んでくれ。誰を殺そうとしてんだ。死ぬのはあんただよ。ヌエ兄と殺し合いになっちまった元殺し屋のメロンパン職人だ。実は俺はヌエ一族の里に来ている。おお、なんか日本の原風景みたいでいいな。シリュウ、あまり騒がぬよ。ヌエが招待してくれたんだ。シリュウさん、お久しぶりです。おお、メヌエ。出迎えるのは通称メヌエ。心よりお待ちしておりました。ジャケットとお荷物をお預かりします。隣にいるのはその下の者か。っていうかこいつら武器のチェックしてんじゃねえか。ともやくん、信用ゼロなんですけど。マシだ。一昔前なら一度現れていた。ちなみに俺がここに来た理由は、一週間前に遡る。秋の美食氷って斬新なキャッチだな。栗、ぶどう、洋梨。ブランディングです。俺はひょうたん屋に顔を出した。あと、ヌエのさつまいもが一押しだ。新作の大学芋だ。秋冬の主力にしたい。秋の味覚で顔が四角になりました。食レポテトするなら美味しさ芋づる式。おお、よかった。そして店じまいの時間となった。終わった。明日は休み。ねえ、休みの日何してんの。今故郷が心配でな。休みの日は帰郷だ。おお、俺も行ってみたい。ヌエの里。断る。そんないいところではない。命の恩人にそんなん言うんか。そもそも俺がお前を生かさなければ、兄との熱い会話もなければ、それを受け取った兄による一族の改革もない。ぐぅ、わかった。俺予定なかったの。恩人の値打ち下がるわ。こうして俺はヌエの里に招待してもらえることとなった。最近一族は平和なのか。銀田様を狙う影はないが、問題はある。その時だった。どう考えてもありえぬ。ああ、さっき不穏な空気をまとうヌエの者が一人現れた。面々と繋がれてきた一族の矜持はどうなるのだ。そいつは何かブスブス言っていた。このままでは。あいつ、暗殺にでも行くのか。いや、あの感じはおそらく兄者と揉めたな。一族の当主ヌエ兄は稽古場にいた。兄者、背中でわかる。やはり一族の改革は難航しているのか。心を落ち着けていたのだが、よく見抜いた。やはり弟か。それが血のつながりだ。いやいや、外で怒ってるあいつ見たやん。こいつも兄ちゃんに認められたいのかな。やすやすと成し遂げられるものではない。志を胸に積み重ねていくのみ。実は当主室でこんなことがあったそうだ。当主、一族を悪しき方向へ導きなさるな。先達の思いを捨てる気か。ヌエ兄に怒りをぶつける者がいた。ヌエ一族は昔より銀田家の矛であり盾。それ以上でもそれ以下でもないはず。それはヌエ兄と同世代のヌエ京一だ。ヌエ一族とは古くから銀田家に仕える暗殺一族。銀田家に迫る敵を排除することを生業としてきた。ヌエ一族とは化粧。銀田家のためなら幼子すらも手をかけた。だが当主であるヌエ兄は改革に乗り出した。あなたはもう変われない。一族の相談役を自らの手で殺害した。無論我らは銀だけの盾だが、それを成し遂げるために個性を捨て血を凍らせ、婿の民にまで手をかけてきた。その過去のやり方を見直し、新しい時代へ向かうことこそ今を生きる我々の使命と考える。甘い考えでは銀だけを守れん。先人はそう考えたからこそ鬼となったのです。銀田永山様は太陽のようにお優しい人だ。いや、為政者として民にそうあるべきでしょう。だからこそ我らは闇、血の通わぬ化粧でなければならんのです。先代はどうか。ヌエ家の先代ヌエ兄の父が口を開く。銀だけを守りし黒い影、それこそが我が一族だが、今は美味しい我の言葉に価値があるのか疑問を持っている。あ、先代。もし明確な誤りがあらば、我が権限により即刻止めよう。だがこの件、双方に一理ある。ならば後悔なきように議論を繰り返し、勇気を持って選ぶのみだ。
次世代をつなぐ者たち自らで決めよ。それが私の意見だ。先代、どうなさったのです？一族内で革新派と保守派がぶつかってるらしい。知っての通り、我が一族の故障は全員ヌエで統一され、名を呼ばれることはない。感情も個性も必要なく、皆が銀だけのために死ぬ覚悟を持つためだ。一応生まれた時に下の名は付けられるのだがな。だよね、智也君。だが銀だけを守るを守りつつも、時代に合わせて変容する必要がある。暗殺一族でも時代の波が来るんだな。保守派はやはり一定数集まった。我々はヌエ一族の理念を守る。それが銀だけと先人への忠誠だ。もはやクーデターしかない。現当主を打ち破るのだ。なんと奴は内戦を仕掛けるというのだ。我らが勝てば銀だけの先代も必ず理解する。それが本懐だからだ。殺さずともよい。勝てばそれが説得力。しかし戦力で勝ちきれるだろうか。当主の力は皆の知る通りだ。口惜しいが、短期で打ち取ることは至難の技。ならば外の力を借りる。そして京一は信じられないことを口にする。日本を狙うナックルアイの協力を仰ぐ。タイのマフィアナックルアイ。日本経済はボロボロで、もはや途上国狙い目です。奴らは日本を起点とした人身売買を狙ってやがる。以前アモ組の罠か総一郎が、下道どもが息するんじゃねえ、フィリピン支部を破壊して話題になったが、その規模はでかい。確かに銀だけのための同盟ならば過去に幾例もある。毒は扱いようよ。そして一時的な利害関係のみ。何より手段を選ばぬことこそ我ら一族の矜持ではないか。京一の思想はより色濃くなっていた。一方のヌエ兄は連日思案にふけっていた。残念なほどに私は武骨な男だ。だが今こそ言葉を尽くさねばならん。そしてある日の夜、ヌエ兄は京一に声をかける。もし時間があるならば一杯どうだ。ほう、これはこれは。酒はある。紅葉を見ながら悪くはないだろう。ヌエの里は秋になれば美しい紅に染まる。当主が酒に誘うなど何とも珍しい。とある男の影響でな、舌がよく回ることを知った。京一、俺とお前は同い年でいつも切磋琢磨してきた。ええ、そうですな。時代が変わり、若い衆が悲しき殺しを受け入れられんようになったと思わんか。そんなもの今に始まったとは思いませんな。常に未熟な弱き感情を一族はねじ伏せてきたはずです。いや、我々の時代とは異なる。閉鎖された村ですら和光度にあらゆる価値観が入る時代だ。ならばその時代とやらに合わせて情報統制をするなど方法を作ればよろしい。押さえつけてどうする。婿のために手をかけては一族は瓦解してしまう。京一、共に一族を変えていきたいのだ。ヌエ兄は対話で京一が変わってくれることを望んでいた。京一、先ほどからなぜその名を呼ぶのです？物心がついてからは下の名など親にも呼ばれていない。全員がヌエという人格なき扱いも正していかねばならんと考える。京一、これからはそれぞれが一人の人間なのだ。いい加減にしてください。当主よ、我々の手は血で濡れている。今さら人の心が欲しいなどどの口がほざくのです。その時、なんと京一が泣いたのだ。私はヌエ。銀だけを守るためなら心を凍らせ死をも厭わない化粧。私の親もそうやって死んでいったのです。京一には尊敬する父がいた。父上力持ち。米をたくさん食えば強くなる。だが京一が7歳の頃、
銀岳の人間を守り爆殺されたのだ。私は母に泣くなと言われました。父は銀岳を守り立派に死んだ。誇らしいのだと。そしてお前がヌエとして命を張るのだと。やはり一族の歴史は深い。父を死地に向かわせたのはあなた方本家ですよ。ではここらで。また話そう。そして奴は席を立った。私も汚れた身、説得力などあるはずもない。京一には信念があった。全ては銀岳のために。我らは血の凍った化粧なのだ。自らの親もその信念に命を差し出したのだから。そして京一はなんとナックルアイトの会合を取り付けた。日本裏社会で高名なヌエの一族が内部分裂とはね。しかしなぜ我々マフィアに協力を。厳冬使のバックには暗殺ギルドモーリーがついている。いざとなれば動かすだろう。ならば目には目を、歯には歯をだ。ヌエ兄を敵だと思えばこう見えちまうんだ。我々もボランティアじゃないんだよね。無論理解している。条件を聞こう。ナックルアイが提示した条件。ヌエ一族が日本の少し広めのヤサを斡旋してくれればそれでいいよ。それは一見簡単に見えた。日本人を海外に売り飛ばす人身売買の基地だけどいい？だがその用途は醜いものだった。人身売買の拠点か。手が汚れるなど望むところ。問題ない。一族が責任を持ってアジトを確保しよう。そして京一は悪魔に魂を売った。ありがとう。あなたが好きになりました。そしてこのミンという男、ただ者ではなかった。もともとは中国の武術村出身。内臓破裂ってお好き？くらーい！スイランという男と共に村を出た生粋の殺し屋だ。なんかついてるな。願ってもない展開だ。それぞれの思惑が交差していた。ヌエ一族って銀だけを守ってるんだよね。サイアンドか。そしてこの男がヌエ一族をめちゃくちゃにしちまうんだ。実はこのナックルアイは御前とつながっていた。はじめまして、アデンと申します。我々は心得ています。日本で動くならば御前あなた様を通るべきだと。そのトップが御前にアクセスしていたのだ。ここに来た勇気は認めるが、日本で好き勝手されるのは無論困る。好き勝手とは言いません。許される範囲で活動したいと。まず日本も貧困化し、人身売買のニーズが高まってまいりました。犠牲は出ますが、そのままでは親子共倒れ、悲しくも救われる者も出ます。人権などという綺麗事を除けば、残念ながらニーズがございますゆえ、タイトのパイプを作りたく。なるほど。私もね、綺麗事が嫌いでね。金、権力、支配、性、人間の根本的な欲が人を動かす。結局人間はそれから逃れられんのだ。加えて権力を手にすれば、人は不死生を追い求める。そして人生も100年から150年になろうとしている。老化を止める科学も判明し始めた。ならばいよいよ権力を手放すなど愚の骨頂。君はそう思わないか？心から共感いたします。人間の根源的な欲は国境を越えますな。殺されることだけが人生の終焉。さながら戦国時代よ。ならば敵対組織は徹底的に排除する。単純な話だ。そう。はい、資料を渡しておきますね。御前、これは？
私に牙を剥く可能性がある組織と個人だ。共有しておく。なるほど、承知しました。その中になんと銀田エイザンの名前が入っていたのだ。ちなみにね、笑い話ではなく、私は不老不死を目指している。故に見えている世界が異なるのだ。よろしいですな。ナックルアイはあなたの要望を叶えましょう。ではぜひ長いお付き合いを。そして奴らが動き出す。作戦を確実に遂行すべく我が里の下見をしてもらう。古風でいいね。住みたくなっちまう。奴らは綿密な作戦を練っていた。革新派の制圧が望みだ。殺す必要はない。もちろんだ。銀田さんを守りたいんだろ。とっても理解してるぜ。そう言ってミンは笑った。その2日後、俺は何も知らずヌエの里にメロンパンを届けに行ってた。赤ちゃんヌエ、かわいいな。文系や養子で後継者を育てている。だがここが地獄の戦場になるなんて分かるはずもなかったんだ。そして俺たちは奴らの黒い作戦にはまっちまう。恭一、貴様、悪魔に魂を売ったか。一族の未来のため私は鬼となる。許せ当主よ。そしてヌエ兄が俺に殺意を向ける。シリュー、死んでくれ。一族のため私は再び化粧となる。結局無実の人間を殺すんじゃねえか。返り討ちにしてやるよ。この日、想像しうる最悪が起きちまうんだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。